実は。はい、ということで、仕事と英語に、まあ、英語はそう、まあ、上がっていると思うんですけど、まあ、発音は全然しないですよね。今日はね、発音のことから何でも、坂先生にお願いします。よろしくお願いいたします。そして、こんにちは。僕は聞き分け、ラッキーの発音を聞き取って判定するよ。おお、大体聞きます。乙女さんがお題に沿ったイラストを描きます。明日以降のゲストの方はですね、その前の人が何を描いたのかを予想しイラストをつないでください。30分以内ジョーという代名詞がありますよね。あれは何でしょうか。 C、 はい、それからうんという代名詞。C、 やばい。彼女は SH で始まりますし、ユーは S で始まりますよね。2つのことは実は違うんですね。私は、どちらかの単語を言いますので、S の方か SH の方かを判定していただきたいです。よろしいでしょうか。はい。はい。C。C。こっち。正解はこちら。間違えた。え、C、C の後のなんか含みっぽいのがなんか H なのかなって。大したことないな。いやいや、やめて。ちょっとね、シングルスリーもあるから、本当に。もう一問いきましょう。はい。シュー。はい。微妙。でも違いましたね、音が最初のリズムとで。そうですね、やっぱちょっと違うっていうのは分かりましたけど。よく見てください。下の位置をやってみますと、S の場合は、舌を前の方に出てくる。C、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 ちょっと唇を横に振ると楽にできるかもしれない。はい。それから SH の方は少し下の位置の後ろで、という音になります。舌が上の歯茎で上、口の天井に近づきますが、真ん中に細い息の通り道が空いていて、そこから息が出てるんですね。の場合もそうですし、の場合もそうです。日本語の新幹線という単語を使って練習をしていただきたいんですが、はい、これに英語の S を頭につけていってしまうと新幹線、ちょっとおかしいですね。新幹線、変な感じがしますね。確かに新幹線、これあの S なんです。日本語だと新幹線、新幹線、もっと後ろに行くと新幹線、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 違う。うわ、違うな。すごい。違いますよね。それでも英語にはですね、有名な早口言葉がありましてね。はい。すごい。両方の音が入っていきます。はい、こちらです。それが、うん、She sells seashells on the seashore という文言ですね。はい。練習してみましょう。ちょっと教えてください。She、She sells、ここはシー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